はいどうも、グチャンネルのグチです。髪をね、切ってきました。もうね、1月からね、ずっと切ってなかったんで、もう2、3ヶ月くらいずっと切ってなくて、もう長かったんでね、切ってきたんですけど、本当に邪魔だったのでね、髪切ってさっぱりしてきました。はい、で、まあそんなことはさておきなんですけど、今回の動画ではですね、こちら、このミントンの壁、ちょっと今見えてないんで出そうと思うんですけども、こちらです。はい、これめっちゃね、光反響しちゃって見づらいんですけど、このミントンの壁、こちらのね、ちょっと説明じゃないですけども、とあるね、動画をいただいたので、そちらの紹介をさせていただこうと思うんですが、なんとですね、バドミントンの名門学校の双葉未来学園の生徒さんたちが、こちらのミントンの壁を使って練習だったりとか、複数人でやるゲームだったりとかをね、やってくれたので、そちらのね、映像をいただきました。で、それをね、今回ちょっと流していこうと思うんですが、まあ早速ね、もったいぶらずそちら流していこうと思います。こちらです、どうぞ。はい、ということで、双葉未来学園の生徒さんたちのミントの壁を使った動画を今お見せしたんですが、まあこう言ってね、普通にコート内で練習の一環として入れることもできるし、コートの外とかでみんなでね、ラリーを繋いでみたいな形でゲーム性を持って遊ぶこともできますし、まあ今僕これ家なんですけども、家で一人でレシーブ練とかもできますんで、結構で有意義に使える商品なんだなと思いました。一応ね、僕が一番最初にミントンの撮影に行かせていただいた時のこれを使った一人壁打ち動画がこちらなんですけど、はい、ちょっと実際にミントンの壁を使ってレシーブやってみます。意外と難しいんです。めちゃくちゃ難しいですね。もう下手ですよね、全然できない。自分でもびっくりしました。こんなにできんものかと思うくらい、まあ自分ちょっとくらいできるだろうと思ってたら、なんかすごいフォームも汚いしびっくりしちゃったんですが、そんなこともあったんで、バドミントンができない日は僕もね、これを使ってちょっと練習していこうかなと思っております。皆さんもね、今なかなか体育館で練習ができなかったりとかする地域もありますよね。なのでそういう地域の方々に、家で何もせず動画を見るとかではなく、この動画を見てくれた皆さんが、こちらのミントンの壁を使って一人でね、
細れんじゃないけどもレシーブ練習をして、いざねまたバドミントンやれるようになった時にあれ全然衰えてねえなみたいな感じでまた練習に臨めるように、こちらのねあのレシーブドライブの練習になるミントンの壁使って家で練習してみてはどうでしょうか。まあね、実際問題ですね、コルクが当たった時の音がありますので、夜中とかにやるのはちょっと近所迷惑になっちゃうと思うんですが、昼間とかね、あと一軒家とかでやる場合には特に問題ないのかなと思います。まあそこはね、あの近隣住民さんと相談するっていうか、家に置いてみてそこから相談になると思うんですが、僕はね、これを使って今一人で賃貸でね、練習を昼間に時間がある時にさせてもらってます。ありがとうございます、ミントンさん。ということでね、こちらのミントンの壁の購入リンクは下、概要欄に貼ってありますので、ぜひともねあのチェックしてみてください。ぜひね持ってる方だったりとか使い勝手とかどうなのかっていうのをねコメント欄とかに書いてみてください。ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回のミントンの壁動画でお会いしましょう。バイバイ。